これは段ボールたちやろ。箱の中から箱がいっぱい。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年11月17日木曜日の午後0時29分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お、久々遊びに来られたお客様にアイラトーンの魅力がしっかり伝わると良いですね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、おー、どうした、何考えてるの。あ、アイラさん、実は私別の島に引っ越そうかと考えているんです。この島で楽しく暮らしてますけど、そろそろ新しく旅立ちたいような、そんな気持ちなんです。多分、いや、ダメダメダメ、マミーさんは違うよ。そうですね、確かに私がこの島でやれることはまだまだあるのかもしれませんね。アイラさんが引き止めてくださったのですから、引っ越すのはやめにします。多分、うん、他の子ならまだね、あれやけど。アイラさん、こうやってお話しするの久しぶりよね。あなたも何かと忙しそうな中話しかけてくれて嬉しいわ。素敵ね、素敵ね。お、なんか鍛えてるね。あ、アイラちゃん、やっと話せた。あたい地味に寂しかったんだから。それはそれは、いっぱい話そうね、また。丸坊主で帰りたくはねえなってか。何も釣れないんすか。まあ、だって魚影全然ないもんな。みじんもないもんな。今回キャンプサイトに来た子は一体誰かしら。よし、おお、オオカミじゃねえか。またリカルド、はじめまして。君はこの島の人かい。少しの間お邪魔させてもらうよ。本能の赴くままにこの島を選んだけど正解だったよ。ここはキャンプするには最高の場所だ。膝系かな。僕が持ってるサイクルジャージをかけてゲームをしないか。おいえおいえ、もし君が勝ったらタラでプレゼントするけど。あ、じゃあしようしよう。オッケー、じゃあゲームのルールを説明させてもらうね。おいえ、お願いします。じゃあ説明するよ。ここにハート、ダイヤ、スペード、クラブ、いずれかの絵が描かれたカードが4枚ある。僕がカードを1枚引くから、君にはそのカードのカラーを予想してみてほしいのさ。君の予想が当たったらサイクルチャージを君にプレゼントしよう。さあ、まずはカードをシャッフルするよ。はい、引いたよ。さあ、このカードはレッドをブラック、どっちかな。おいえ、レッド。さあ、勝利の女神が吠えむのは。おいえ、お、やったね、ハートでレッド。アンビリーブブル、見事的中だ。それじゃあ約束通りサイクルジャージをプレゼントするね。おいえ、ありがとう。今回は負けちゃったけど、またリベンジさせてね。おいえ、サイクルジャージ、もう結構ね、持ち物がパンパンになってきたんすよね。サイクルジャージ、こんな感じ。あ、いいやんいいやん、いい感じじゃない。てかちょっと待って、ボディバッグもつけとこうね。いい感じ、これも履いとこう。おー、いいねいいね、こんな感じになった。スポーティーめっちゃスポーティー。どんな経験も無駄になることはない。行く先だけでいろんな人や自然と触れ合い、みんな成長していくものさ。さて、この島は僕にどんな刺激をもたらしてくれるのかな。おいえ、いいっすねリカルド。いや、うちの島にはね、可愛い系の、可愛い系っていうか可愛い狼の子がね2人ほどいるんで、じゃあぜひとも交流していただきたい。ね、ぜひとも仲良くなっていただきたいです。さあ、通れねえじゃねえか。自分で置いときながらあれやけど、あれ、いたの。君この島の住民だったよね。俺のことはもちろん覚えてるよな。もちろん、そりゃ
そう、あらゆる虫と虫の関節を愛してやまないリアル接触系アーティストレックスだ。今日も作品のモチーフにふさわしい運命の虫を探しに来たのさ。というわけで君さ、もし虫を捕まえたら俺に言ってくれないか。自慢じゃないけど俺虫ゾーンの広さには自信があってね。どんな虫でも買い取り可能だから。ああ、それと別件なんだけど、もし俺の作品に興味があるなら声をかけてくれ。ほうほう、作品、いやいいよまた後でね。ん、そうか。まあ俺は明日の午前5時までこの島にいるつもりだから。午前5時までいい感じにお金儲けをさせていただきましょうかねてかあれないよね、そろそろちょっとハロウィンのお片付けをしておこうかなと。くちょい持ち物欄が埋まってきているけども、でもあれなんよね、たぬき商店もかぼちゃまだ飾っとるけんなね、もともとの方がさ飾っとるけんな。待って、なんかいらんもんとかない？どんぐりって何に使うん、何に使うんで持っとんかな。次はあれやん、12月になるけんさ、クリスマスの準備が必要になってくるね。まあでもさすがにクリスマスの準備は12月に入ってからでいいかなとは思うんやけどさね、さすがに。いやでもあれやん、もうリアルではさ、みんな結構どこ行ってもクリスマスの飾り付けになってきてない？なんならさ、近くのなんていうん、近くのお店とかはさ、ハロウィン当日からもうクリスマスの飾り付けになっとるとかあったんやけど、さすがに当日はまだハロウィン仕様にしとけよって感じよねどんだけやねんって思ったもん。よし、とりあえず片付けるだけ片付けといて仕事に旅立ちましょうか。あとこれとアーチぐらいかな。あ、じゃなかった、これも。あ、めっちゃある、あ、いっぱいあるわ。あ、オッケー、あ、これもあっためっちゃあった。よし、オッケーオッケー。まあ持ち物にはまだ余裕があるね。お、アイダホじゃねえか。よう、アイナ、筋肉の調子はどうだ？心、お互いスポーティーな格好してるね。世間話でも、おいら筋肉に毎日話しかけてるんだ。そうすればなんとなくよく成長するような気がしてさ、の心。筋肉が成長する、私にはよくわからないわ。やっほー、おかえりアイナ。事務所で匠さんに挨拶してきなよ。あれよね、前回依頼が完了した後に制服が増えたって言ってて、ちょっと変えよう。でも前回、お、なに、アイナちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。なんもないんかいなんか前に増えた時のやつもさ、一種類まだ着てない気がするんやけど。ロッカーで着替えようかな。お仕事コーデ変えましょう。あ、冬仕様のが増えとる。あ、これが元々のやつやって、前これやって、で、今これになっとるけん。まあ、そっか、大丈夫か。ってことは、匠ライフの袖なしワンピ。あ、でも、ここにおったらね、別にそんな冬仕様でなくてもいいんじゃないかって、常夏って感じやしな。匠ライフの袖なしワンピ。じゃあちょっとこれでいこう。うわ、すげえな。バラガラスラックス。めちゃくちゃ派手派手なんですけど。これにしてみよっかな、コスモスの冠。浮かれすぎ。めっちゃ浮かれとる。あ、でもあれやね。この、鬼手にしとるけんさ、これもいいんやけど、これのさ、色が違うやつとかあればいいんやけどな。それはないんすよね。器具つ、これでいきますか。よし、
じゃあ働きます。アイラちゃんどうしたの？お仕事する？します。オッケー、オッケー。お仕事を始めるのね。今日もよろしく。よし、これでお揃いではなくなったね。さてどうしましょうか。今日は時間を気にせず陶芸ができる場所が欲しいぞ。なるほど、おじいちゃん。朝は海を見ながらモーニング、そんな優雅な気分を味わいたいね。であれやろ、全然海がない場所とかにするんやろ。引っ越しで片付け中の部屋ってなんかワクワクするよな。何その特殊な感じ。え、引っ越しで片付け中を再現した部屋を作るの？何それ、荒れ放題じゃない。別荘で上級者向けのスポーツジムを始めるぜ。上級者向け、いやー初心者用もよくわからんけど。乙女のあたりは緑に囲まれて綺麗なお花を咲かせるの。おー、なるほどね。なんかな、今回難しくね。引っ越しで片付け中の部屋、ちょっと気になる。ちょっと気になるけど、やってみよう。太平太よ、あんたも無所修行に来たのか。で、その格好、別荘を案内してるとこの社員なのか。目が開いた。なあなあ、おいら別荘ってのに興味あるんだけど、どっかいいとこないかな。でしたい。ございますとも。あは、ナイスレスポンス。そうと決まれば善は急げだ。よろしく頼むぞ、でしたい。かわいい太平太。私飛び盛りの時の住人太平太おったんよね。気合い入れてバッチリ頼むぞ。しかも確かアミーボカードで呼び出した子やと思うよ、私が好きで。オイラとしてはこんな感じで決めてほしいんだけど。いつまでも引っ越し中、太平太様。でもね、引っ越しワクワクするのはわかる。ただ別にね、散らかった部屋に降りたいわけじゃないんよね。なるほどです、素敵なイメージですね。ではイラちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。さっきなんかトラックあったね、すごい。引っ越し、いつまでも引っ越し中。てかこれってさ、ここも選べる感じ？なんかね、一応選択肢の中にあるよね。あ、こうやって増えていくんやね、別荘はもちろんお客様のとこに。へえ。いつまでも引っ越し中、どうしよっか。山から出てくる感じにする？熊やし。この辺山かな。いやーなんかな、もうちょいなんか、この辺とかかな。あと、ここにしよっかな。違う、ここじゃない、ここ。はい、じゃあここで。いいじゃんか、運動スペースも十分ありそうだし、気に入ってよ、手伝い。それでは太平太様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイラちゃん、太平太様を現地にご案内してね。任せてください。うわー、あれがトラックってことかな。おお、ここがオイラの別荘になるのか。テンション上がってきた、でしたい。それじゃあ、あとは任せたぞ。楽しみにしてるからな、でしたい。まあ季節はこのまま春で、まあ、春は出会いと別れの季節っていうしね。ちょうど引っ越しにもいい感じでは。かわいいんですけど。めっちゃかわいいんですけど。もしかしてこれ変えれるんかな。お、変えれる。車体の色。めっちゃ可愛いなぁ。ね、超可愛いよね。いいやん。これ元のやつやったよね。あ、なんかいろいろあるんや。企業名、クール便、引っ越し、水産物、野菜。へぇー。まあまあまあ、でもここは引っ越しでね。色味変えようかな。グリーン可愛い。これで。めっちゃ可愛い。いいね。どうしよう。まあ、ここぐらい手前の方に出してきといて、家のすぐ横にあるっていうのもちょっと意味わからんしね。それで、段ボールの山は中にあるんやろ。まあ、外って別にそんなに置くようなものもないよね。
トラック無視にもできる感じなんかな。カゴ台車、カゴ台車いるかな。すごい絡まったコードとかある。ほんとなんかめっちゃ再現できそうな感じやね、いろいろと。オフィスの資材、外に置くとしたらカゴ台車。これまだ積み寄る途中っていうことにしとこう。でもこれあれか、こっち側とかに置いとったんでいっか。カゴ台車、何これ、食品トレー、食品トレー、スーパーとかできそうな感じかな。あ、ま、確かにこの辺とかもね、あのスーパーの裏側とか、あの在庫が置いてるとことかにできそうな感じ。ま、外側って別にそんなにないよね。とりあえずカゴ台車だけ置いといて、あと家どんな感じにしよっかな。太平太やけんね。太平太やけんね。どちらかといえば和風な感じの家かなっていう感じはしとんやけど、どうしよう、これにしよっか。いやでもな、素朴な感じの家っていうのもあるんよな。でもなんかもう元のまんまでいいような気がするな。ね、ここをどうしよう、瓦にしよっかな。茶色の瓦、壁はかわいいな、黄色、黄色レンガ付きシンプル壁、え、かわいい。ドアは、あ、ドア素朴でいいんじゃないかな。もう別に合いそうなの。なんなら色もこのままでいいような気がするけど、どうかしらね、変に変えるよりも。白違うね。うん、最初の素朴なドアで。ドア飾り、ドア飾りもう別にいらんかな。うん、シンプルで。じゃあこれでよし。外そんな置くものないよね。中入ろう。これは段ボールたちやろう。箱の中から箱がいっぱい。まあ、でも棚とかは置いといていいかな。ただあれなんよね、棚もさ、空っぽの棚とか置いといてほしいよね。シンプルなベッド、段ボールテーブル、まだテーブルとかも変えてないみたいな感じ。どうしよう。まあ、シンプルに、シンプルに木製チェスト。あ、でもキッチンぐらいは別に、キッチン最初から備え付けやもんね。ブレーカー、外れる壁がないだと。どういうことやねん。とりあえずキッチン、コンパクトキッチン、冷蔵庫どうかな。私も最初は冷蔵庫。てかあれやな、うちはね、ちょっとずつ自分らで物運んでいきよって、最初のうちはさ、もうなんか二重生活みたいな感じやったけん、前の家と今の家、前の家の方に冷蔵庫置いとったな。うー、くっつけたい、めっちゃくっつけたい。気になる。そして、あー、まあスティック掃除機ぐらい置いとく、くずかごと。細かいやつはね、すぐに持ってこれるやろうけん、置いておくとして、テーブルとかも置いとこうか。んで、あと、あ、掃除用具ね。そうやね、掃除機じゃなくって、あっちの掃除用具の方にしよっかな。違う。この辺に、どうしよう、入り口近くとかに積み上げといた方がいい感じかな。テーブルも邪魔かな。
テーブル乗っけて、で段ボールをテーブルにしとる感じにしよっか。それぐらいの方がいいよね。でまあ掃除用具もその辺にああやって無防備に置いとったんでいいと思うんやけど、段ボールテーブル結構でかいな段ボールテーブルね。段ボールテーブル、ちょっと待って、真ん中、ど真ん中に置くっていうのもなんか違うよね。てかなんなら段ボール1個でもよかった気がするけど、まあまあまあ、これで、どうしようかな。液晶テレビ、まあこの辺に置いてね、その辺に置いて、換気扇で、換気扇、ブレーカーに、時計に、電球、電球真ん中でいっか、ちっちゃいけど。んで、壁のブレーカー、ブレーカー、ブレーカー、まあこの辺に置いとったんでいっか。で時計、時計、時計この辺にしとくか。んで、あとは、あ、そう、壁紙変えよう。ミックスと、でもなんかさっきのね、さっきのシンプルな感じいい感じなんやけどね。ログハウス、ちょ、最近ログハウス率も高いんよな。黄色いペイントウォール、あ、これはこれでありやな。オレンジレトロ、めっちゃ派手派手、なんか目がチカチカしそう。ブラウンハニカムタイル、あー、なんか蜂の巣って感じ。ね、壁も相まって、白いペイントフローリング、う、いやー、ここミックスウッドでいいんじゃないかな。だらしないラグ。キッチンマット、でもなんか綺麗な感じでまとまっとるよね。え、めっちゃ良くない？なんか、え、全然なんかまだまだ、これは引っ越してきたところかな。これは引っ越してきて今片付け中って感じかな。まあでもキッチン周りは普通に整っとるよね。んで、小物系、食品トレーっていうのは、積まれた袋、何それ、クッション、クッションに座ると、何こう、この一番上にも置けるん、マジで、へえ、ここに座って、フライパン置けるんかな。お、置けるやん、イエーイ、うんうんって言った。ウォータージャグ、お、好きこれ。はい、昔ね、公園とかに遊びに行くときによく持って行きよったけど、どうしようかな。カップ麺ぐらいにしとくか。カップ麺とペットボトル飲料。この調理器具用意しときながら全然関係ないっていうね。三島適当な感じで置いて、ベッドはまだないとして、ここ上置ける？うん、いいね、いいね。んで、オーダー、あ、オフィスの資材、あ、こっちを棚の上に上げとけばいいか。ん？これ下置いて、で、こっちを棚の上に上げて、絡まったコード。ぐちゃぐちゃ。絡まったコード、なんかこの辺。いや、この辺かな。
このテレビの線だとか、まあなんかね、スマホの充電線だとか、わしゃって出したまんまだよね。そういう感じで、引っ越し段ボール S。2台は外に置きたいな。え、なんかさ、え、外で見た時もこれあった？もしかして外に出せんとかいうやつがあるんかな？とりあえずこう。でもできる限り片付けてはおるって感じがするけど。ね、できる限り片付けてる感じではあるのだけど、これ変えれる？文学。あ、でもコミックやな。太平太はコミックやな。これをこの辺。あ、置けんやんけ。ちょね、後ろに置いておいて。いや、違うな。この辺とかに置いとくか。よし。よしよし。でももう結構こんなもんじゃない？あ、食器ね。まだ食器棚がないっていうことで、じゃこれのけて、ここに食器置いとこ。うんうんうん。こんな感じかな。いいんじゃない？一旦、一回外出させて。で、あ、あったあった。荷台。これもね。置きたい。よいしょ。で、これね。荷台。そして、そして、あとどうかな。ちょっと乗せようとしよる段ボールの山を。この辺りとか。置いておいて、こんなもんかな。オッケーオッケー。よし。あー、ちょっと待てよ。この辺にベッド置いとくか。この辺に、まあその簡易的なベッドをシンプルなベッドをまあこの辺に置いておきまして、どうしよう、線とかこの辺にワシャッとしとこっか。いや、これこそなんかベッドからスマホの充電線とかそういうのをちょっとゴシャッと、こんな感じ。うん、まあオッケーオッケーオッケーでしょう。できたー。こんな感じで調子はどうだでしたい。完成しました。お、マジで？それじゃあチェックさせてもらうぞ。おー、やいな、ちょっと待った。なになになに？すみません、お客様。少しだけお待ちいただけますか？何かミスがありました？今回の別荘もいい感じじゃん。けど終わる前にちょっとだけいい？あのさ、部屋の家具をピカピカにする方法を覚えてるでしょ。うんうん。あれを君にも教えたってナッティさんに話したら、いいことを教えてくれたんだ。磨き方を工夫すると、家具をピカピカにする以外にも、いろんな効果が出せるんだってさ。いつも通り L で準備してから、いろいろ試してみてね。お？いろいろな効果？よくわかんないけど、なんかすごそうだな。じゃあ終わったら、またオイラに声をかけてくれ、でしたい。待って。いろんな効果。とりあえず、L か。効果を変える。十字ボタンで家具磨きの効果を変えられるようになりました。家具磨きの効果を変えられる。十字ボタンじゃねえや、プラスボタンか。ピカピカ、ラブラブ、クルクル、アゲアゲ。何アゲアゲって。
ひとひと、ほわほわ、どんより、ポコポコ、何ポコポコ、ひらひら、ガタガタ、もやもや、ビリビリ、ひえひえ、もくもく。何それすごーい。なんかそういう、なんかね、漫画とかで描くようなそういうのが出るってこと。ここもくもくにしたら、煙っとる感じに、なんか焦げたような感じに見える。どうかな、間違えた。これで、ああほらほらほら、見て見て見て、なんかちゃんと料理しよる感じが出た。すごーい、いいねいいね。あ、これにしたらあれじゃない、カップラーメンが、カップラーメンから湯気が、いい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 。ねえ、ひたすらピカピカにするだけやったらちょっとわけわからんかったけど、これはいい感じじゃないか。めっちゃいい感じじゃないか。ちょ、他、どうかな、ビリビリって何、あ、電気ってことか。違う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 。壊れとるやん。それは怖い。でもいろいろ試したい、ちょっと。ねえ、かわいい。ガタガタ。窓とかかな。あー、でも窓、届かねえな。あ、こっちから行けるか。行けねえ。く、この辺にしとこう。ガタガタガタ。何の生き物を入れてんだって感じになるけど。ヒラヒラは？おー、蝶々が飛んでる。これ、外にいいね。ふんふんふん。で、あとは、ポコポコ。何、ポコポコ。なんか人が話しよる感じになるってこと？もやもや。なんかやだ。すごくやだ。んで、ひえひえ。おー、これ冷蔵庫とかにいいね。まあ、でも開けてない時までひえひえしとったらちょっとあれやけど。で、どんより。あ、怖い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 。確実になんか、呪われとるよ。よろしくないものが入っとる。ほわほわ。なんかあんまり目立たん感じやけど。まあ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 、しとしと。お、雨漏り。あ、この辺なんか植物とかにいい感じかな。あげあげは何なの？おー、何これ、なんか能力が上がりよる感じがする、すごく。ね、テンションとかっていうよりは能力系な感じがするね。おー、くるくる。これこそどんよりな感じやけどな。住人とかそんな感じじゃない？ラブラブ。あ、かわいいかわいい。この辺なんか、人形とかぬいぐるみとかにつけたらかわいいかもね。よきよきよき。とりあえず今のところね、この煙で。ああいう感じにしておいた。調子はどうだ？テスタイ。完成しました。マジで？へへ、オイラのアジト完成だ。すげえ時間かけて仕上げてくれたな。あんたのプロ根性に感動したぞ。そうでもないっすけどね。最後遊んどっただけやし。どう？太平太様、いつまでも引っ越し中。いい感じじゃないっすかね。今座ろうとしたのに、そんないいところで切るなよ。ほら、めっちゃいい感じやん。何も入ってないけどな。空なんですけどね。なんだなんだ、元気いっぱいですね。気に入った？サンキュー。思ってた以上にかっこよくて最高だ。よかったらオイラの別荘の写真を撮ってくれよ。遠慮は無用だぞ、デスタイ。撮らせてくださいまし。へへ、かっこいいの頼むな。それじゃあ気が済んだらまた声をかけてくれ、デスタイ。
オッケーオッケー。さあ写真を撮りましょう。違う違う違う、カメラカメラ。どういう感じかな。おっと、引いてしまった。こっちの方を撮った方がいい感じかな。はあ、カップラーメンの待ち時間にサンドイッチ食うなよ。どんだけだよ。でもこんな感じで、ちょ、私は消えていいな。いいんじゃない？あ、こっちの方がいいかな。ポキーっとしとる感じ。よし、オッケー。お疲れ。で、どうかしたか？テスタイ。帰ります。じゃあ気をつけてな。いつでも大歓迎するから、また遊びに来てくれ、テスタイ。了解です。で、これからもいつ行っても、引っ越し中なんやね。アイラちゃん、お帰り。はい、今回のお給料、1万2000ポキよ。ちゃんと上がったまんまやね。今日はもうお仕事終わる？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ。ゆっくり休んでね。見て見て、これバイキングのやつやない。あ、で、買い物カートがあって。あ、この辺とかなんか、ラジオ局みたいなの作れそう。あ、これも商品か。え、これめっちゃいいやん。外とかに置きたいね。ん？アイノさん、新しいサービス始めたよ。匠ライフの従業員限定。お金が足りないとき、後払いで買い物できるよ。この島とねりこは2800ポキか。安いね。買います。めっちゃいい。てか、すごい綺麗な中庭みたいなの作れそうじゃない？自分の家の。全然そんなことしてないけど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、磨くことによってね、いろんな工具がつけれるようになったのはすごいいいね。マジでキラキラさせるだけやったら全く使うつもりなかったけん。いろんな効果があるのはよき。